ごきげんよう、ファーストベッドのゆうたと。大丈夫ゆうたゆうたゆうた、ノーアル飲んだろ、こっちゃうじゃないの。おーよいしょーよいしょよいしょよいしょお酒あいつボロボロに弱いんですよ。あのキトヘア。キトヘア。キトヘアで前の家みたいにチンコみたいな。敵を超えて君を愛せるか。本当に君を守れるか。空を見て。お酒の強さもチンコみたいな。時を超えて君を愛せるか。ポンポンとは一体何でしょうか、ゆうきさんにとって。ポンポンポン、俺って普通にまず他の人と生き方から違うし正直もうみんなが思ってる以上に俺って、はい、すげえ人生歩んできたから、はい、乾かくなって酔っちゃうんじゃないの。ちょっとごめん。はい、緑杯。はい、一気。はい、飲んで飲んで。ごめんごめんごめん。いや。時を超えて。なんで、もう簡単です。もうフミヤにノンアル飲ませて酔ったって聞いて、酔ったって言ったらこいついつも演技してるってこと。そうだね。あいつさ、もうなんか飲みのゲームとかでも。そうそうそう、もう無理で。旅行とか行った時もあれやばいね。すぐなんか顔が浮かんで寝るから、うん、そもそもゲームにすら参加しないのがダメだよ。ダメだよ、ね、もうそう、そこがダメ。そうよ、俺は参加して死んでるから、うん、もっと言えもっと言ってやると言えまして、マジでザコ。俺が勝負やってやるよ。やってくれるよ。ユミヤの弱いわ。おぉだって酔ってさ、パンチで寝てるくらいだもん。そうだよ、まあ、人に言うんだったら飲んでから言う。俺はじゃあちょっといい、はい、じゃあ言ってやる、言ってやる。マジ俺はそんなことということで、早速フミヤのっきり行っていきまーす。ベッドー。どうも、バスのフミヤとユウタとバイトユウタと。はい、今回僕の面白い企画になっております。イエーイ、ありがとう。お酒はもう何かわかんない。ビールかストカン。でもフミはちょっとあれだから、多分ビール。ね、ストカンだとゲームになんないから。フミヤ。先潰れちゃった。ということでじゃあ早速行きたいんですけど、じゃあ僕が最初の出題者になります。はい、いいね、いいよ。行きます。この中で経験人数が多いのは。おお。これ結構ジャブだね。これはジャブ。マジでこんなだよね。こんな。いきます。反応やばいっすよ、マジで。いや、自分どうするの。仮にこれ自分出すのも OK なの。自分出すのも OK だし、飲みたくないと刺せばいいし。なんで言うやって決まってる。そうそう、それな、違う、違う、それな。はい、伊勢の制限もいきます。はい、いっせーので。おー、ということで全員言うや。おー、正解です。怖い、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 怖い。はい、で、一応ここに責任者を置きます。せーの、よいしょ。お、いいね。ちょっと、もっとポンポン行かないと。そうですね。ジンクスだから今もね。これね、一番喧嘩が強いのは。おー、これもう決まりじゃないの。よ、へ、口、どっち。どっちもよね。いや、ストリートで。ストリート、ストリート。いっせーの、せ。はい。うわー、でもちょっと唾液って、お前ちょっと俺唾液の可能性もちょっと上がると思ったの。ゆうき全員、あ、ゆうき以外全員ゆうきで、ゆうきは俺ちょっと今唾液かなと思った。正解、ゆうです。なんでだよ、お前。全員、ゆう、4個で。いや、ゆうやだって一番強い。まあでも、ゆうやは強いけど一番強い。追加ルール、お願いします。はい、あの、喋ったの被ったら飲みます。あ、なるほどね。食べたどこ一緒行きたいと思います。行こう。俺らのあの伝説の乾杯行こう。 OK。 右手にグラスを、左手に胸を。おっぱい。それお前が言ってるだけじゃん。お疲れ様です。ボーナスステージということで、外したら3杯になります。おー、はい、
一番、一番ね、あのね、マネージャーの顔が今一番びっくりした。はい、はい、今かぶってましたよ。えぐーっと一番がかぶってました。行っちゃいましょう。はい、乾杯。乾杯。はい。ビリビリです。ちょっと顔赤くなってきてはない？ガン上がった、ちょっとパーセントが。何パーですか？結構マジ85ぐらいで来てる。上がりすぎでしょ。あのちょっとね。結果発表！ボン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 ！皆さん、この企画でどのくらい酔ったか発表してもらいます。はい、まず私から55%。全然やん。ゆうた、60%。全然やん。全然。25%。全然やん。嘘つけ。はい、酒強いアピール入ります。はい、入ります。1年間で9回やってピーラ飲みます。はい、すいません。はい、はい、次、大輝。俺、ぶっちゃけ結構 85% っす。おーれー。進化。もう酔ってんの。おめでとう酔ってる。はい、大輝。間違えてる。言った。すいません、酔ってます。練習した方がいいんじゃない？55だっけ95%。ラスト。これリアルな数字言ってます？結構リアルで。はい。5%。うおぉ！いやー、結局、この中で一番先に強いの俺だから。ということで、裏ドッキリ大成功！アルコール入れてますが、クミヤ君ノンアルビールでございます。プライベートでも酔ったふりをするということで、女性の皆さん気をつけてくださいね。フミヤに言い寄られたら全然酔ってないですから。はい、はい、ということで次フミヤテキーラで酔うで会いましょう。せーの、ブ